シア、私は関西、舞台は東京、イロシキーズです。コラボの相手の方になります。よろしくお願いします。よろしく。ケパーサバネッサラティーナディアナラテンガールズです。あかんあかん、そんなんじゃあかん。もうちょっとちゃんとやらんと。こんなんこっちどんだけ恥ずかしめ受けながらピロシキーズですやってると思ってね。どんだけ恥ずかしいと思ってね。なんかね、コロンビア出身のお二人なんですよね。はい、コロンビア人です。でこれからなんか YouTube を始めるということで、まあおそらく今の流れを見るとちょっとピロシキーズのパクリ感もちょっとあったところもあったのでいくら美人で乳出してるから言うてな、そんなんで許されることないで。あのね、ロシアの圧力がすごくあのね、ちょっとね、怯えてるのよ。もう一回やってやっとこう。ケパサバネッサラティーナディアマラテガーズです。お、ちゃんとできてる。いいんじゃない。でも意味がわからんけどな、ケパソディアッソポノッペス。もう合ってもないけどな、それ。ケパソは結局なんなん。ケパソワッツアップみたいな。ワッツアップってどういう意味なの。なんか調子はどうだい的な。あ、ほんま。興味ねえじゃん。あ、ほんまじゃねえよ。着地点なかった。ごめんなさい、ちょっと着地点なかった、ごめん。ちゃんと拾ってあげて。ようみんな久しぶりラテンガールズだぜみたいなこと言ってるわけや。まあ、うちのチャンネルではいろんな外国の方を呼んで、まるで新婚さんいらっしゃいのような雰囲気でいろんな話をよく聞くんやけど、うこうね、美人やし、なんか父もよく出してる雰囲気やし、よく出してる雰囲気なねえ、こんなんサムネにしたら伸びるんちゃうかと思って。イメージが父になっちゃう。でも父のイメージだって明らかにさ、これ足隠してんのもさ、ね、喜んでる。ちょっと写してこれほら、こんなやらしいことしてんねん。違う、私のイメージはここにこうテーブルがふわーってあると思ってて、うん、ここしか見えないと思って。でもそれでも父は出してこようっていう形だった。いや、今日控えめなんで。え、よかったね、ブラちゃん。いつも私の父もういじれないから。小さすぎて。いやいや、そんなことないよ。すごい今すごい。でもね、お二人ともね、父のね、父族ですね、結構。父族は本当にね。え、でもみんなはさ、コロンビア出身で、うん、コロンビアと日本のハーフ。あ、コロンビアと日本のハーフ、うん、やっぱコロンビアが強くなるんやね、そのパターンやと。強いよ。だってさ、もうなんかキャバクラで働いてるようなさ。働いたことないから。ほんまに。ほんまにって何ですか。整形何で立ててんの今。エステサロン。エステサロン、それ抗がんマッサージとかそういうのあるんですか。違う、マジ営業妨害だから。営業妨害。2人に聞きたいねんけど、まず恋愛対象は男ですか。男性ですね。ちょっと違うみたいな。まあ、試したことがないか、まだちょっとわからんとこもあるかもわからへんけど、まあ、でも男性は一応好き。あ、男性は好き。日本人か。日本人。日本人、うん、なんでなん、または聞いてへんの。もう知ってる前の動画でなの。なんでなん。私はそもそも日本人しか付き合ったことなくて、コロンビア人はもうちょっとやりのイメージ強すぎて。え、やり。いや、友達はいいけど付き合ったらちょっとショックじゃないですか、他の女性とか想像しちゃうと。あーってなっちゃう。嫌でしょ、そんな。いでもさ、なんかこうお綺麗だからさ、やりに見える。よく言われる。見えるってどういうこと。やめろや、やめろ。失礼な話なんだけども、お綺麗な人ってやっぱりこういっぱいそういう経験があるんだろうなって思っちゃうからさ、装飾系男子生きづらい気もするけどな。あ、でもなんか嫌いなタイプにモテる。え、どういうタイプ。例えば肉食系っていうか、ちょっと積極的な。なんかもうさ、そうすごいことに気づいた。はい、このさ、ネックレスってさ、この光に反射してちょうど谷間らへんでこう光がピカ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 ってお前は先からどこ見てんねん。俺ついさ今谷間を見てしまったんだけども、これ俺別に見ようとしてやったんじゃなくて、あんたがそれを光らしてここ言い訳すんじゃねえよ。どこ見てんの。すごいな、やっぱ世の中の女ってすごいなって思った。そういう計算まであざとい。男の気持ちそんな完全には分からへんけど、なんとなく相手がコロンビア人やでとかっていう話になったりさ、あ、そうやなって思ったら、で見たことのあるお尻を叩くシーンとか中に再現したくなったりするかもな。なんかさ、お尻叩こうとする男っているじゃん。まあでもラテン系だ、確かに。そう、FV はなんか大きめに。そう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 、だからそれを見てお尻を叩いて、ほんでほんまは嫌やのに
なんかそんなんされて、あもう我慢せんとあかんかみたいな。でもあんま刺さってないってことは叩かれるの好きってことか。好きではないけど、確かにあのすごく叩かれるけど。やばい。なんか知らんけど強そうやな、なんか強そうな雰囲気あるわ。強いんだよね。強いの実は。なんでプロで、あの総合格闘技とムエタイの試合に出て。もう見に行ってるとかかと思ったら出てんの。え、どういうことどういうこと、ちょっといきなり興味やねんけど。びっくりした今。え、いつから4年前ぐらいから、あのタイでそうムエタイの試合出させてもらって、まあ日本っていうか海外でもやってるんですけど、ワールドチャンピオンシップっていう。え、それさ、なんでムエタイをやろうと思って、一番最初。とにかく強くなりたくて。なんで遺伝子コロンビアの血が騒いだのね。多分血が騒いで、うん、それは何、ムカつく女を蹴飛ばしたろうとかそういうこととかではなくて、自分を守れるためにってこと。え、なんか強いにそんな定義とか考えたことなくて、わかんない。ただ強くなりたくて。ただもうどっちでもいいけど、全体的に強くなりたくて。意味がわかんない。そんな心境になったことある？ねえ、なんか身を守りたいだけなのかなと思って、うん、そう。襲われたら倒したいし、嫌なやつとかいたら、なんか権力とかだけじゃなくて、ちゃんと力も持ってるってことも分からせないよ。なんかさ、話してることがプーチンとそんなに変わらない気がする。プーチンの柔道ね、すごい何段とか持ってるから。すごい、こんなに可愛らしいのに、急になんかね、ムカついたら、アチョーってやられる。いや、アチョーじゃないからね。ムエタイはなんかもっとこけるやつや。やばいやん。でもさ、日本やったらさ、いろいろ柔道とか空手とかいろいろあるけど、その中でもなんでそのムエタイなの？もともとなんかタイが好き でよくタイになんか旅行とかに行ってて。整形とかに行ってるわけではない。あれではない、なんか友達がいて。ほんまはニューハーフとかではないのかな。一応やめろや、やめろ や, めろや。ちょっと後で。怖い。やめなさい、そんなの。こっち言ったけど、後ろにプーチンおるからな。知らんで。プーチンさんと気が合いそうなんで。なんか、回せる。回せる。やめろ。プーチンをうまく回せる人なんかいないの、今この世界には。すごい、思ったよりもキャラが濃かった。まだ相方隠しも多分いろいろ。何隠し持ってんの？そんなん出された後にな、しかもハードルも上げて、相方はもっと強いから。いやでもね、バネッサちゃんはもうあのこの間ね、ちょっとクラブハウスで、あのクラブハウスっていうのは流行りのアプリでちょっとお話しして、今日初めて会ったけども、その時とだいぶ雰囲気が違って、こんな背筋をピンと伸ばして。ちょっと待って、その時見えないでしょ、見えないでしょ。いや、なんかね、もっとね、悪い感じかなと思ってたんで。あ、そうなんや。そう、悪い感じに見えたんですか。あの女マジ死ねみたいなこと言ってそうな感じだった。なんかすっごい下ネタも載ってたし、だからなんか空気が違う。あ、本当。でも普段はね、結構おとなしいから。おとなしい。多分日によって、日によって違うの？そう。日本調子がね、出たり、コロンビアになったり。え、どういう時にコロンビアっぽくなるの？やっぱテキーラとか。なるほど。パリピなんじゃないの、これも。え、どんな瞬間に。めっちゃ昔だけど、なんか。なんかウォッカかテキーラかなんか入れて持ち歩いてるみたいな。ウォッカ、ウォッカ、やばいやつじゃん。自分のマイポット持ってきてて。マイポット、え、それ持ち歩いてた。マイテキーラ、前酒みたいな。ちょこちょこかっこいい。40度から90度あるリキュールがあって、リキュールっていうかお酒、うん、で、一時期酔えなすぎて、みんなが酔ってるなんか一人だけシラフが辛くて、自分のお酒にそれをやばい。ロシア人でもねえわ、そんなの。ロシア人でもこんな見たことないわ。コロンビア人ということで、それを売りにしていってると思うんやけども、うん、将来はもうずっと日本に住むつもり？海外いろいろ旅行好きで行った結果、なんか日本が一番落ち着くっていうか、あの考え方とか、どういうとこが？治安もそうだけど、清潔感とか、海外行くとトイレ汚いし。汚い？コロンビア。コロンビア汚いし、あとなんか常になんか誰かに狙われてるっていうか、誰かに狙われてる。なんかそわそわしながらトイレする的な。トイレっていうか、外
と歩いてても、うん、え、なんか今から強盗に遭うかもとか常に恐怖が。てか治安もな日本最高やもんな、うん、強盗とか今まで日本で生きてて一回もないけど、ロシアではなんかバス停でバスを待ってたらさ、うん、なんかお兄さんが話しかけてきて、ちょっと柄の悪そうなお兄さんやったけど、でも話を聞くとさ、なんかうちのおばあちゃんが今倒れたっていう連絡があって行かんとあかんねやけど、お金がなくてバス代がなくておばあちゃんのとこ今すぐに行けないからもらえませんかみたいな感じですごい下から話しかけてきて、こんなに柄が悪い顔してるのにおばあちゃんのこと思って偉いなと思って、それで財布を出してで渡して、渡した瞬間に財布ごとピャッて取っていかれて、最低。そういう手口もあるからな。あの、出させてってことか。出させて、だから財布ってさあんま出さへんやん、うん、もうほんまに買い物の時とかだけとか、ロシアもそうやと思うけど、日本みたいにこんなさ、例えばどっか来てあれ今財布どこにあるみたいな、そんなん絶対ありえへんやんか、うん、まあ、でもなんかね、スリのクオリティがすごい高いから、もうなんか仕事みたいになってるからさ、うん、なんか3人だったりとかグループでやったりするらしくて、自分のそのいとことかも普通にカバーもこういう風にぶら下げて入れてたのに、なんか財布どっから入れられたのかわかんないけど財布取られたりとか、なんかすごい、ね、ぶつかってきて、あ、そうそう、間違ってぶつかってあーって倒れて、隣の人がぶつかって喋ってる間に後ろの人がやったりとか、倒れてるから手伝って、あ、大丈夫ですかって言ってこうかがんでる間にカバンのここからもう一人の協力してる人がシュッて取っていったり、すごい、そんなんもあんのコロンビア。あるとも、お花売ってくるおばさんとか、あ、何々、花売ってくるおばさん、そう、お花いかがみたいな、なんかとか、もう綺麗だからあげるねって言ってくるみたいで、うん、ありがとうって言ってる時になんか違う人がカバンから取ったりとか、気をやっぱ引かせて、まあ、ぶつかるとかもそうかもしれないけど、受け取った瞬間にはい5万円とかそんなんではないんや、多分そういう手口もあるけど、その間も後ろで誰かが取ってるとか、なんで日本ってこんななんか、でもみんな悪させえへんの、そんなに多分貧困と差が激しくないんじゃない、なんか豊かだよね、うん、だってロシアとかもすごいやん、本当に貧乏な人は本当にもうなんだろう、もう外のなんか貧富の差ね、だからやっぱりさ、セーフティーネットっていうのが日本もあるやんか、もうどんなにお金がなくて働けなくても生活保護っていうのを最終的に受けれるわけよ、なんかこう最低限の生活ができるっていうの国からね、俺はそれすごい重要なんやなって思う、なんかそういうのが国の安定をねこうさせるんだなと思うわ、言っといたね、今言っといたね、すごい、なんか、違う、なんか、うん、すごいことやってくださいってこと、うん、そう、コロンビアはなんかもっと死が近いよね、なんか死が近い、死が近い、なんか普通に明日死んでもおかしくないみたいな、なんか生きるために人も殺すし、そうそう、殺すし、奪うしっていう、なんか悪との刑みたいな、そう、なんかパッションが違うんだよね、なんか生きるための、多分他人がどうなると、なんか自分の家族を養うためにそういう犯罪に手を染めちゃうの、お前のものは俺のもの的なのじゃあやめよ普通にホームレスの一つが大麻臭いっていうか、私は経験ないんですけど、普通にクラブとか行くと、コロンビアのクラブとかみんな中学生ぐらいの子供たちばっかで、でもなんか注射器とか落ちてたりとか、注射器落ちてんの、薬のなんかレベルが違うっていうか、薬のレベルが違う、でも前バネちゃんとなんか飲み行った時なんか白い粉入れてなかった、あ、入れてる、なんか入れてる、入れてるんだよね、やってんじゃねえかよ、ちょっともっと NG やね、こっちはあれやってんの、あれは普通にダイエットサプリで、本当怪しいね、みんな考えるそれであえてあのコッピーって言ってやってました、挨拶的なブラックジョークそれ逆にコッピーって言って日本じゃ通用せえへんで、そのコカインコロンビア人がさコカインって言いながら白い粉入れてたらさ信じちゃうよね、不倫とかすると集団になって全国民が一丸となっていじめたりとかさ、こう生きることが必死だったらさ、他人の芸能人の不倫なんてさ、もうどうでもいいじゃん、でももう日本はもうなんかみんな生活は安定はある程度してて、でなんか表面的にはみんなこう優しくお互いにこうこういう感じなんだけども、
人って絶対心の中には何かしら悪っていうのがあって、 悪いことをしたい闇みたいな、でそれを発散をする場がなさすぎて、そういうとこでいじめてもいいってなったらもう徹底的にいじめようみたいな、そういうのは俺あるなとは思うけどな。ニュースがやっぱそうやん、海外は。だから多分不倫どころじゃないみたいな、そんなもの流してももう意味ない感じだけど、でもさ、日本のニュースも別にあれ全ての殺人事件を流してるわけじゃないんやんか。結局視聴率が取れるものを流すっていう風になってるからさ、日本ではそう、まあ大した犯罪がすごい多くないからっていうのはわかるけど、なんか日本はネット社会だから、インターネットとか SNS とかなんかそういうのもみんな関心が強くて、でもなんかリテラシーっていうか、なんだろう、生活的ななんか道徳はすごいちっちゃい頃から教えられてて、なんかちゃんと持ってるんだけど、なんかまだネット的な道徳はみんな分かってないっていうか。でもコロンビア人はみんな分かってる。コロンビア人も何も分かってない。もうそれ以前の問題みたいなね。そうなるほどね。やばい。治安でコロンビア人に何言われても。やっぱ治安も大変やしっていうことで、も今後はずっと一生日本に住んでいこうと。結局やっぱりなんか日本が一番心地いいっていうか、うん、住みやすいよね、うん。日本のご飯に慣れちゃった。何が好きなの？生姜焼き。可愛いな。もっと美味しいもんあるんやけどな、生姜焼きも美味しいけどさ。海外でもワンちゃん出てきてしょ、ポークジンジャー。アレちゃんは何が好きな日本料理？確かにとか好きかな。あとあんこう鍋が好き。あんこう鍋、変な趣味やな。なんでやねん、あんたはじゃないやねん、言ってみるや。ナポリタン。嘘つけ、あんた嘘つけ、なんかキモみたいなこと言ってたやん。肝となんか日本の焼酎が好き、そんなん、いや、皮の肝と厚感とかな、そういうのが好きっていうのを言ったら、うん、日本の視聴者が喜ぶから言わね、ナポリタン。まあ、それだけ。ディアナちゃんは何が好きな食べ物？ああ。いきなりセクシー。すごいセクシーだった。好きな食べ物で、ああ。うなぎ。うわー、来た。もうこれはアウトだね、完全にもう狙ってる。どういう鳴きが？ないでしょ。やっぱ何、頭が大きいタイプか。ひつまぶしが好き。いろいろ楽しみたい。あ、いろんな種類のね、うなぎが食べられたいと。食べられたい、食べられたい。俺もいろんなうなぎ好きでしょ、そんな感じ。俺も大好き、いろんなうなぎ。そうなの？私はやっぱりあのなんかタレがついてるやつが好きかな。タレがついてる、甘い、ね、もうびちょびちょのやつね。そう、やめろや、ガッチル、何の話、何やねん、やめろや。その話してないからな、ほんまに。あ、違う、ね、食べ物の話やから。でもな、何やったかな、志村屋みたいな、なんか8000円ぐらいめっちゃ美味しい、今度食べに行こうよ。ね、すっごい順番待ちやけど、誰が一番よくうなぎ食べれるか勝負しよう。なんでやねん。で、それ勝負した後、うんこ我慢選手権しよう。誰が一番我慢できるか。やめろや。私たちのチャンネルの方で言いたいこととかあります？なんか、うん、視聴者の皆さんに向けて、これから、うん、ティアノちゃんと一緒にガテンガールズやっていくので。何やの？まあ、コロンビアと日本のハーフなんですけど、コロンビアって多分みんなも知らないから、コロンビアのこととか、あとは日本人から見たコロンビア人と日本に住んでるコロンビア人のギャップとか、そういうのを話したい。まあ、と言いつつも多分結構父を目に出すパターンだと思いますので、父とかに期待する方はぜひね、あの概要欄にチャンネル載しとくんで、ちゃんと揺らすんやで、ラテンガールズ。イメージがそんな服着て何がイメージやねん。ちょっと清楚系なんで。清楚系じゃねえよそれ。そんなもう俺おかなやけど、これ清楚系じゃないの、わかるもん。今日のテーマ清楚だから。言ってる、清楚だから。